全国子ども科学映像祭受賞作品、京都市立桃山小学校1年、清水律くんですかね、モンシロチョウという作品を見てください。春休み、僕は姫路のおじいちゃんの家に行きました。おじいちゃんの家の近くにはレンゲ畑や菜の花畑があって、ミツバチやモンシロチョウが花の蜜を吸いにやってきます。冬にいとこのカズマ兄ちゃんと植えたキャベツが大きく育っていました。モンシロチョウがお腹の先を曲げて歯に卵を産んでいました。モンシロチョウが飛んでいった後、葉っぱをめくってみると白い小さな卵がくっついていました。僕はおじいちゃんに頼んで卵を顕微鏡を使って見せてもらいました。卵の色は少し薄い黄色で、縦と横に筋がありました。多分卵を割れにくくするためだと思いました。卵を見つけてから3日目、卵の色がだいだい色に変わりました。次の日に幼虫が卵の殻を食い破って出てきました。外に出た幼虫はしばらく休んだ後、卵の殻を食べ始めました。僕はなぜ幼虫が卵の殻を食べるのか不思議に思い、調べてみました。はっきりした理由は分かりませんでしたが、卵の殻の栄養を取るためだそうです。生まれてすぐの幼虫は大きさが3ミリメートルほどの黄色い毛虫で、キャベツの葉を食べて育ちます。モンシロチョウの幼虫は主にキャベツの葉を食べるので、モンシロチョウのお母さんは幼虫が食べる葉に卵を産みつけます。幼虫は大きくなると窮屈になった体の皮を脱いで青虫に育ちます。脱皮して青虫に育った幼虫はキャベツの葉をどんどん食べていきます。青虫の体の色はキャベツの葉と同じ緑色で、小鳥などから身を守ります。でもキャベツ畑の青虫がみんなモンシロチョウに育つとは限りません。アシナガバチは青虫を肉団子にして巣に持ち帰ります。肉団子は巣にいるアシナガバチの幼虫の餌になります。また青虫クマヨバチは青虫の体に卵を産みつけます。大きく育った青虫が餌を食べなくなりました。サナギになるのももうすぐです。虫は体を糸で留めると最後の皮を脱いでサナギになりました。サナギになって1週間、黒いもんの羽が透けて見えます。いよいよモンシロチョウの誕生です。
さなぎの中で蝶の体が出来上がると殻を破ってモンスト蝶が頭から出てきました。殻から抜け出たモンシロチョウは6本の足でしっかり葉につかまって縮んでいた羽を伸ばしていきます。僕はモンシロチョウの体を虫眼鏡で覗いてみました。チョウの口はゼンマイのように巻いていて鼻の奥の蜜を吸います。蝶の大きな目玉はたくさんの小さな六角形の目が集まってできています。羽は鱗粉という小さな鱗のようなものでできています。羽の模様も色の違う鱗粉の集まりです。僕は蝶の羽にどうして鱗粉がついているのか不思議に思いました。モンシロチョウは春から秋までの間ずっと見られますが、さなぎから帰ったモンシロチョウは2週間ぐらいしか生きられません。その間にオスのモンシロチョウはメスを見つけて結婚しなければなりません。メスのモンシロチョウは結婚が済むとキャベツの葉を探して卵を産まなければなりません。僕はこれからはモンシロチョウだけでなくいろいろな虫たちの暮らしを調べたいと思います。来年の春にモンシロチョウが畑にやってくるようにキャベツを植えました。秋の花の季節が終わる頃モンシロチョウはみんな死んでしまいますが、秋に育ったサナギがいろいろな場所で暖かな春が来るのをじっと待っています。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録をお願いします。